ウィリアム・オートレッドは、イギリスの数学者。元は牧師であったが、余暇のすべてを数学の研究に費やしたことで知られる。ジョン・レーピアが対数を発明し、エドマンド・ガンターが対数尺を発明した後、オートレッドが2つの対数尺を組み合わせることで、情報と情報を直接計算できる計算尺を1622年に発明した。また、情報の記号であるや、三角関数の新表記もオートレッドの考案である。バッキンガムシャーのイートンで生まれる。ケンブリッジ大学のキングスカレッジで学び、フェローとなった。除外されシャルフォードに聖職録を得たため、1603年頃、ケンブリッジ大学を離れることになった。サリーのギルフォードにほど近いオルベリーの牧師館に1610年に紹介され、そこに落ち着いた。1628年頃、アルンデル伯爵に命ぜられ、彼の息子に数学を教えることになった。オートレッドは、当時の巧妙な学者、例えば、ウィリアム・アラバスター、チャールズ・キャベンディッシュ卿、ウィリアム・ガスコインなどと文通していた。また、ヘンリー・ブリックスやガンターとも親交があり、彼らのいたグレシャム・カレッジとも定期的なコンタクトを取っていた。大学に属さずに、数学の教師として、リチャード・ドラマンやジョナス・ムーアなど何人もの巧妙な数学者を育てている。セスワードはオートレッドの家に6ヶ月間住み、最新の数学を学んだ。物理学者チャールズ・スカーボローもオルベリーに滞在した。ジョン・ウォリスとクリストファーレンはオートレッドと文通していた。他にもオルベリーで学んだ生徒としてロバート・ウッドがいる。彼はオートレッドの著作の出版を手助けした。計算尺の発明については、オートレッドとドラマンの間でどちらが先かという論争が起きた。オートレッドは、理論は実践に先行するべきだと主張しており、数学の教育方法という点でも、両者の意見は食い違っていた。1660年に亡くなるまで聖職者を続けた。その1ヶ月後に、チャールズ2世が即位している。オートレッドは、錬金術や占星術に関心を寄せていた。そのオカルト活動の証拠は、ほとんどないが、同時代人の証言がいくつかある。ジョン・オーブリーによれば、オートレッドは、占星術について、完全に懐疑的だったわけではない。有名な占星術師、ウィリアム・リリーは、自伝の中で、1646年にオートレッドが、議会によって放逐されそうになったところを助けたと主張している。実際にその時、オートレッドを助けたのは、ブルストロード・ホワイトロックとされている。エリアス・アシモールはサリーに住んでいたが、結婚で獲得したその土地は、バークシャーとの境界線をまたいでいた。アシュモールは、フリーメイソンの一員だったことが知られているが、1646年の、彼の加入式にオートレッドも出席していたという話があり、その話の起源はトマス・ドクインシーである。ジョン・イーブリンは1655年8月28日の日記にオートレッドが至福宣言信者のような見方を披露したことを書いている。クラビス・マシマティッキー、1652オートレッドは様々な数学書を表しているが、1631年には数学の鍵を出版した。これは古典として版を重ね、アイザック・ニュートンらも使っていた。それは野心的というほどではないが、当時の大数学の知識を簡潔に概観することを目指したものだった。フランソワ・ビエトの方向性を発展させ、記号を多用することでより簡潔に数学を表現することを目指しており、情報の記号だけでなく、比率を表す記号など様々な記法を自由に生み出している。この本は出版から15年ほどしてからよく知られるようになり、同時に数学が高等教育で重要な役割を果たすようになっていった。ウォリスは1652年版の序文を書いており、そこで暗号理論に関する知識を披露している。他の版ではオートレッドがレンの才能を褒めたたえているものもある。また、1632年には工法に関する論文サークルズ・オブ・プロポーションがあり、その中で三角法や比と計を使った計時方法などが書かれている。オパスキアラ・マセマティカは、没後の1676年に出版された。オートレットは2つのリングからなる携帯型ヒト計を発明している。オートレットの計算尺は、ガンターがすでに解明していた一つの対数尺を使った計算方法をより簡便にしたものだった。ガンターの方法はキャリパスを必要とし、対数尺上のある間隔をずらしてメモリを読み取るというものだった。オートレットは2つの対数尺を用いて、それらをスライドさせることで計算を行った。1620年代のオートレットの計算尺は円形だが、このアイデアを出版物で公表したのは、オートレットではなく、1630年にドラマンが出版したのが最初である。現在の計算尺のように、中間部分がスライドする、まっすぐな形状のものが登場したのは、1650年代である。オートレットは20リング型の携帯用ヒト計を発明し、今ではこれをオートレット型と呼んでいる。これの簡単な解説であるザ・ディスクリプション&ユーズ・オブ・ザ・ダブル・フォー・イザ・アントルティオルが1653年版の数学娯楽本の先駆的著書レクリーションズ・マシマティックスに追加されている。ただし、この翻訳自体はオートレットには全く言及していない。ありがとうございます。